あ、僕はあれ多分人のために引き出しまくってんの。アベレージがとんでもないのよ。城のアベレージ。それ超えてるとかもしんない。平気。虚弱だと思うんだけど、異常レベルだと思う。その代わり外れ機を回せないんだけど、外れ機のアベレージがものすごい低いけど。切れ替えるよな。あのね、第一ブラックが嫌なんじゃなくて、敵がいないとまともなプレイヤーは基本いません。基本的に少ないです。だから仕組み的に問題抱えます。少ないから切ればいいんです。で、僕は次のゲーム入ります。トンネルがあったら次のゲーム入ります。こうやって救助狩りをやってるやつが多いよね。バグのトレイスを使って救助狩りをしてます。相当やばいと思う。バグを使って救助狩りをやってますって、マジで呆れるよ。バグレイス使って救助やってるとかって、の発想だよね。まあ、注文した方がいいだろ。でも早いかなと思って、止めてるし。止めてる方が遅いから、もう、そっちの方が早いよ。なんでこれ、しゃがまないとできない？時間がないんだよ、もう。しゃがまないとできないって、どうだと思うけど。あと、あんたも食らっただろう。なんでこっちの治療の方に来てくんねえの。俺は、しかもメディックだよな。ダメだろ、来ないと。ここにいる。これで、助けてやってる。上のガイドでわかるはず、顔で。救助狩りやって勝って勝ち残ってるやつは本当にダサいよ。人間性も救助狩りで勝とうとするやつって。いや、そうだよ。自慢ができるかってまた聞きたいんだけど、自慢ができるのかっていう。自慢できないでしょ。自慢ができないでしょ。いや、この勝ち方に、自慢ができるなら、俺は止めないで。どこで気づかれてるの？待ってて。帰るぞ。気づかれてる。だから、わかる？発電機のところに来て治療してくれって邪魔なんだよ。俺は優しいからやるけど、他の人は邪魔なんだよ。これ、人間として考えてみな。邪魔なんだよ。悪いけどね。あんた、君の立場はわかるのよ。でも他の人にとって邪魔なのよ。発電機を回したいのよ。で、来られるとニコラスが一番わかりやすいじゃん。邪魔なのよ。俺もそういう気持ちはあるから。ある時はあるから。
邪魔なのよ。回したいのに回せないとか。何をするかって離れたりするのも大事なんだよ。じゃあ、行くと打つか。ここに来たら回せないがよくあるじゃん。これが使えるから。開けてないと他が開かないでしょ。開けてないでしょ、ゲート。俺はリーチでも、リーチでずる賢いスネ夫みたいなやつだったら、人が開けるまで待ってるけど、そんなことはしてる意味がないんだわ。ゲートって危険なんだわ。ティムが抜けれたのが僕のおかげなの。だって誰かが狙われたから開けれたわけでしょ。だから何も別に恥ずかしいことじゃないよね。見てる人で僕がやられたからダサいんだと思ってるやつが、お前は引退しろって話。ずれてるやつ。あ、で、あのね、ミカエラ使ってるやつがちゃんとゲートに入った木陰で他の人が抜けたなって俺は思うけど、あ、ミカエラの人が手を抜かないでリーチなのにちゃんとゲートを開けたことは素晴らしいと思うか思う。あ、プレイスタイルがそうだからね。僕は別に初めて抜ければいいんじゃない、抜けた方がいいんだ。チームの脱出だけ、自分の脱出だけ考えない方がいいよ。それが意味がないから。だって、俺のところが逆に開くかもしれないんだから。ダサい奴が、